東口南与野駅は埼玉県埼玉市中央区鈴谷2丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JA23。当駅に乗り入れている路線は線路名称上は東北本線であるが、運転系統上は最強線として案内される。島式ホーム一面二線を持つ高架駅である。外側二線が通過線となっており、 平日の朝夕ラッシュ時に当駅で通勤快速の通過待ちを行う各駅停車が存在する。ただ同様の構造を持つ戸田公園駅よりは少なく、特に夕方以降は上りの一本のみである。快速通過駅の頃は快速も通過線を走行していた。大宮駅管理で JR 東日本ステーションサービスが業務を受託する業務委託駅。指定席券売機。 自動改札機設置。緑の窓口は指定席券売機の設置に伴い2007年10月31日をもって廃止された。2018年3月21日からは始発から午前6時30分までの間遠隔対応のため改札係員は不在となり一部の自動券売機のみ稼働している ATG のシステム上当駅に停車する上り電車は ホーム侵入前に時速 25km 以下に減速してから再加速し分岐器を通過するため車内が大きく揺れたが a ックスの導入で侵入速度が時速 65km まで向上した上下線で定蓄性の発車メロディが使用されている2019年度の1日平均乗車人員は18,917人である 旧与野市の中心市街地に位置する与野本町駅よりもやや利用者は多い。JR 東日本及び埼玉県統計年間によると開業以降の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、微光埼玉大学の最寄り駅である。かつては鉄道が建設されるまで駅西側一面は農耕地であった。1990年代までには小規模な工場や駐車場、 旧高地に変わっていったが、与野本町駅や中浦和駅と異なり、駅前から住宅地が広がる地域ではなかった。駅周辺は東口側の線路に沿う市道を除いて、生活道路と鉄道建設時に敷かれた京道ばかりで、大型車の駅前への乗り入れは困難であった。そのため2003年からは、埼玉市により17ヘクタールに上る南与野駅、 西口土地区画整理事業が着手され、坂道など高低差がある部分には森土によって地盤が底上げの上整地され、2007年に鈴屋西公園と連接させる形で駅西口に交通ロータリーの設置と国道463号を結ぶ2車線道路の敷設が完了し、路線バスの駅前乗り入れが実現した。再開発地区の区画ではマンションやアパート、 商業施設の建設が行われている。かつては、台地と低地の狭間にあるため、水が溜まることもあったが、かさ上げによって水害は発生していない。東口の鈴屋東公園地下にも貯水槽が整備されている。隣接駅付近よりも標高が低く、線路上のアップダウンを抑えるために、高架の柱が高くなっている。そのため、 世野本町駅や武蔵浦和駅などと比べると、コンコースからホーム間の高さが長く、階段が非常に多くなっている。2000年に、駅前高架下に、JR 東日本都市開発により、富士ガーデンが入居する、南世野駅ビルが、2006年には、東口隣接の高架下に、最強線の駅としては、初となる、南世野駅医療モールが開業している。 公共施設学校商業施設道路バス停は、西口駅ロータリーと、駅北側徒歩5分ほどの場所にある国道463号上に、ある。南与野駅西口東日本、旅客鉄道最強線通勤快速通過快速、各駅停車中浦和駅南与野駅、与野本町駅注釈、編集支店、編集広報資料、プレスリリースなど一時資料、 編集 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員埼玉県統計年間。ありがとうございます。